はい、皆さんこんにちは。あ、はい、こんにちは。ということで今回はですね、たった24日間で160リスト以上 LINE アットに集客をし、まあ、月賞で70万以上ね、達成し続けている増井さんと一緒にね、今回動画を撮っていきたいなと思うんですけども、本日はよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、お願いいたします。ではまず最初にですね、ちょっとお名前とご職業から教えていただきたいなと思うんですけども。はい、名前は松江美沙恵です。はい、ありがとうございます。はいはい、ちなみに今どちらの地域でご活動されていらっしゃる感じですかね。兵庫県です。ここで活動されていると。はい、はい、で今の職業としては、エッセンスクリエイターを今ねされていらっしゃると、はい、いうことなんですけども、はい、このエッセンスクリエイターとエッセンスクリエイター、そして今SNS クリエイターの、まあ、講師もねされていらっしゃるわけなんですけども、まあ、簡単にこのエッセンスクリエイターっていうのはどういう仕事なのかっていうのも松江さんからちょっとご説明いただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、センスクリエイター、はい、ビジネスをされている方、まあ、個人さんとか企業さんに対してが、まあ、ビジネスで SNS を使うと思うんですけれども、うんうん、なかなか集客ができなかったり売上につながらないというところがあるので、うん、SNS クリエイターが、まあ、集客、プロフェッショナルですので、そのプロフェッショナルに任せたいって言ってくれる人たちに対して、そうですね、SNS 集客を代わりにやります。うんうん、はい、まあ、いわゆる SNS の投稿のサポートをしてあげるっていう事業者さんねっていう、まあ、こういった運用代行のお仕事っていうことなんですけども、でプラス今その SNS クリエイターの人たちをやっぱ育てたりとか、そういった情報提供するような SNS クリエイターの講師としても活動されていらっしゃるということで、まあ、実際にこの今 LINE アットを使ってですね、ビジネスを開始してどれぐらいの期間が今経っている感じですかね。そうですね、6月6、7、8、まあ、4、5ヶ月です。4、5ヶ月ぐらい。はい。はい、4、5ヶ月ぐらいですね。はい、なるほどです。かしこまりました。で、そう、その前にちょっとね、うちの SYK の学校を最初知ってもらったなんかきっかけとかもね、あったら聞いていきたいなと思うんですけど、きっかけって何かあったりしますか。はい、北野さんの YouTube でした。あ、これ僕の YouTube なんですね。まあ僕のというか、まあ、この SYK チャンネルにね、今名前変わりましたけど、はい、ね、北野 SYK の YouTube チャンネルを見てという感じですね。はい、かしこまりました。で、ちなみに今どれぐらいの実績が出ましたかってとこなんですけど、まあ、LINE アットにどれぐらい、まあ、具体的に集客をできているのか、まあ、1日ベースであったりとか、まあ、あとはその売上面的なところっていうのもちょっと教えていただきたいなと思うんですけども。はい、はい、そうですね、1ヶ月、今まあ24日なので、24日で164人、はい、LINE の方にリスト入ってきまして、はい、で1日平均でまあ 6.8 人出ております。1日平均で、1日平均 6.8 人、8人集客、はい、すごいですね、1日 6.8 人。これはとどの 6.8 人集客できていると、まあ、これちょっとお湯を聞いていきますけども、はい、集客をできているということですね。はい、すごいですね。はい、ありがとうございます。売上ベース的に言うとどんな感じですかね。あ、そうですね、70万ですね。うん、70万と、はい、結構70万の収益と、はいはい、いうことですね。なんか今月はもっと行きそうな、はい、はい、行きそうですね。行きそうな、はい、感じということで、はい、見込んでおります。はい、3桁ですね。まあ7桁か、はい、そうですね。実際ちょっと集客できたね、秘訣、成功のところ、ここ多分ね、皆さんも一番聞きたいところだと思うんですけども、いろいろ聞いていきたいと思うんですが、はい、今どの媒体を使って LINE アットに集客してる感じですかね。ですね、Twitter と、インスタですね。Twitter とインスタ。はい。はい。なんかそれぞれの、活用のポイントとか、松江さんが意識しているポイントっていうのを Twitter とインスタ、それぞれちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、まずちょっと Twitter から聞いていきましょうかね。はい。はい。そうですね、ツイッターは、まあ、メッセージ、リプのやり取りが結構、まあ、多くなりますので、うんうん、はい、SNS クリエイターとして今どういう状態 なのか、 SNS クリエイターの、まあ、講師としての説明ですね、うんうん、はい、まあ、ちょこちょこ入れつつもプライベートの話を、まあ、発信して、うんうん、はい、皆さんに SNS クリエイターとしての働き方をお見せしているという形です。ビジネス情報と、まあ、プライベート情報、プライベート情報、はい、これ大体何対何ぐらいで、まあ、お役立ち情報とプライベート情報を配信してるっていう感じですか。あ、そうですね、このぐらいだろう、まあ、今半々ぐらいになってますけども、大体半々ぐらいかな、はい、5対5と、はい、いう感じですかね。
あとなんかツイッターのなんかよくやっぱりすごい僕らも質問いただくんですけど、プロフィール文ってあるじゃないですか。はい、うん、なんかプロフィール文結構めちゃめちゃ重要だったりするんですけど、プロフィール文を書くときに、松江さんが意識されているポイントとかってあったりしますかね。そうですね、私あの専業主婦の、まあ、ママから、まあ、収入がゼロのところからスタートしたんですね。でママさん専業主婦の方ってほとんど、まあ、そういう方が、まあ、多いみたいで、うんうん、はい、なので、まあ、私みたいな人でも SNS クリエイターになって、うんうん、どういうふうな、まあ、家族だったり子供たちが変わってとか、まあ収入が増えたっていうところをお見せするように、うん、まあ、段階づけて、はい、書いてますね。あ、なるほどですね。だからまあいわゆるあれですよね、あのいわゆる共感を拾う、共感をやっぱ拾うっていうのが結構これポイントで、ね、例えばまあ本当に松江さんとか全くのゼロから収益をやっぱ上げていったわけなので、全くのゼロからとか全くの未経験からの私はこうなりましたよっていうこのビフォーアフターをやっぱプロフィールで見せてあげる。うん、だ僕の前とかもね、そうですよ、もともと手取り14万で貯金3000円から上京してみたいな、起業してみたいな感じでしたけど、あのね、はい、あのね、例えば悪い例っていうのが、例えば、まあ、生まれた私は生まれた時からお金持ちでした、で会社に就職した時も、お金持ちでしたと、で会社を辞めて独立した時もずっとお金持ちでしたと、これって、ね、あの何も面白みもないわけなんですね。やっぱりなんかその人ってそれぞれ自分自身のなんか辛かったこととかどん底からどういうふうに這い上がったのかっていうそのエピソードって絶対あるはずなので、そこを出していくことで共感をね拾っていけると、はい、ということですね。次ちょっとインスタグラムでねちょっと聞いていきたいと思うんですけど、はい、実際あれですかね、ほとんどツイッターとインスタとどっちの方が割合リスト今取れてる感じですかね。あ、今はもうインスタですね。あ、インスタの方が多めに取れていると。多めです、はい。インスタはどういうふうに活用意識されていらっしゃいますか。ですね、投稿は毎日してまして、うんうん、はい、あとマリールとか、使ってますけども、うん、あ、それもですね、プライベートと、まあ、ビジネスとして、あのエッセンスクリエイターになると、うんうん、まあ、こういう未来が見えますよってところをお見せさせてもらってます、うん、やっぱ未来発信ですよね。未来提示、こうなれますよっていうところの未来をまあ見せてあげると、うんうん、はい、ですね。あと結構そのフォロワーさんとのなんか関係性をやっぱ濃くしていくっていうのも結構なんかね、はい、SNS って重要だったりするじゃないですか、はい、うん、それこそ例えばあのね、僕らとかもそうですけど、別にインスタグラムでフォロワーが10万人いるとかめっちゃインフルエンサーっていうわけではないんですよ。それでもね、例えば僕らも5億以上っていう売り上げを累計で上げたりとか、はい、松江さんもめちゃめちゃ収益を上げられていらっしゃると思うんですけど、要はなんかあの1万フォロワーいるけど自分のファンが200フォロワーしかいない人と、かたや1000フォロワーしかいないけど500フォロワー以上は毎日自分の投稿見てくれてるっていうアカウントがあったらどっちがいいかっていうのは、絶対後者の1000フォロワーしかいないけどめっちゃ濃い人が集まってる人の方がやっぱ売り上げって上がるわけなんですよね。はい、うん、ってなった時に、そうですね、松江さん自身はこのエンゲージメントをやっぱ高めるためになんか意識されていることとかってあったりしますか。そうですね、やっぱりあのエッセンスクリエイターが興味がありそうなママさんだったりとか女性の方とか、うん、はい、まあ、副業を探している方とかに対して、うん、あの発信してまして、うんうん、であのフォローしてくださる方にあの、まあ、そうですね、エッセンスクリエイター興味がありますっていう形でしたら、まあ、1対1で、うん、あのメッセージやり取りしたりとかしておりますね。あ、なるほど。じゃあフォローしてくれた方とのもういわゆるワントゥーワンのやり取りってやつですね、はい、これがじゃあもうワントゥーワンマーケティングって言われたりするように、もう1対1での、例えばもう本当コメントでね絡みに行くとかでもいいし、別に DM とかでもいいし、一人一人の人とまず仲良くなると、で仲良くなって知ってもらった状態で私こういう活動しますって言ったら、全然なんかね、むしろあ、もうちょっとこの人のこと知りたいなっていう自然な流れでね、まあ、LINE 登録してくれたりとか、うん、まあ、こういう中では結構ね松江さんすごいうまいなと思うんですけども、そうで逆になんかよくあるのがなんかあの SNS で Facebook とかでいません、こういう人なんか友達申請した瞬間になんかいきなり勧誘してくるみたいな人とかいたりしますけど、あ、そうですね、ああいうのってまず信頼関係ができてないうちからなんか売り込みとかするか嫌われるんですけど、そうじゃなくてちゃんと関係性を構築さえしていけば、あの十分ね、あの自分のことを興味を持ってもらえると、うん、まあ、いう本当に新しいやり方かなと思いますね、はい、では、次にちょっと聞いていきたいのが、まあ、うちの、ね、学科に入る前と後でのちょっと心理面的な変化っていうところもちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、まあ、収益の面的な変化、実際うちの学科に入る前っていうのは、はい、売上収益面的にはどんな感じだったんですかね。あ、もうゼロに近かったですね。あ、なるほど、はい、ちょっとあの
資格取ってやってみたんですけども、うん、まあ、1万稼げればいい方でしたね。ああ、そうなんですね。はい。それが今では。はい、びっくりですね。なるほど。ちなみにうちの学校入られてから今、まあ、月商で70以上、はい、うん、稼がれているようになったんですけど、はい、なんか心理面的な変化とか、まあ、日常生活とかで、こういうとこ変わったなとか、こういうとこ余裕出てきたなとか、はい、そういうの変化とかってありますかね。うん、ですね、この前とかも旅行行ったんですけれども、うん、いいですね。はい、なんか前までは旅行行ってもここでお金使うのはどうかな、ちょっとお金のこと心配してたんですよね。ランチ食べるにしてもちょっと節約 しなきゃなって感じだったんですけども、うん、その前はもう家族みんなやりたいことをやって、うん、で主人もお酒をまあ自由に飲むって感じで、うん、なんか家族みんなが心がちょっと自由になってきてるんですよね。うんうんうん、はい、あとはそうですね、今後、まあ今まあリストもどんどん増えてますし、うん、エッセンスクリエイターの講師としてこれもやりたいんですけども、やっぱり今後も収入も増えてくるっていうのが見えてるんですね。うんうんうん、出してもらってるので、まあ、今後まあ教育費とかそうですね、習い事とか子供が2歳4歳がいるんですけれども、うんうん、その辺の心配がまあ 4、5 ヶ月前まではすごくあったんですね。見えない、どのくらいかかるんだろうって見えないだけで何も節約だけをして、うんうん、で1万円ぐらいの、ちょっとね、収入を得てって感じでちょっと心細かったんですけれども、うんうん、今は何十万も稼ぐことができて、うん、その辺のそうですね、先の未来までも見えるように安心してきてる、うん、で今どのように頑張ればいいかっていうのも分かってきたので、うんうんうん、はい、だいぶ安心してきております。やっぱりあれですよね、集客できる、でどういうふうにしたら集客できるのかっていうのも体感を持って雅江さん自身がもう分かってるから、はい、まあ、ぶっちゃけ全くのゼロ、 今もしまたゼロに戻っちゃったとしてもいつでも復活できるっていうこの安心感ってでかいですよね。本当ですね、うん、はい、これがねやっぱスキルっていうところだと思うので、うんうんうん、素晴らしいですね。じゃあ最後に一つ聞いて最後に聞く質問なんですけども、まあ、このとこ、はい、見ている方皆さんに対して、何か一言ですね、言葉を投げかけてあげるとしたら、まあ、どういう言葉、まあ、もし松井さんからアドバイスですねを、投げかけてるとしたらどういう言葉を投げかけてあげたいかと、はい、アドバイス、そうですね、はい、さっき資格を取って自分なりにやってみたってところをお話ししたんですけれども、うんうん、その頃も集客は自己流だったんですね。うんうん、インスタ使ってみたり LINE を使うっていうのはちょっとやってみてたんですけども、自己流で、うん、まあ、大したことなかったんですね。でも北野さんたちに教えていただいて、うん、こんな 4、5 ヶ月であっという間に500人以上どん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 増えてらっしゃって、うんうん、お悩み解決もできてきてるので、うん、はい、もう早くから教えてもらってればよかったなと思いますので、はい、皆さんももし集客で悩んでらっしゃったらもうプロに教えてもらった方がいいんじゃないかなと思います。うんうん、なるほどですね。まあ、うちの SYK のテンプレートを元にして、まあ、これだけ今実際集客ができるようになっているよということだと思うんですけども、はい、はい、素晴らしいですね。じゃあまあ、ぜひねこれからのご活躍もぜひ楽しみにしておりますが、はい、マセイさんね本当に僕も LINE アット登録してるんですけどいつも見てて結構回収うまいんですよね。うん、まあ、売れてるからね当然うまいのは当たり前なんですけど、ぜひ皆さんもね絶対参考になる部分たくさんあると思うので、まあ、概要欄にもねマセイさんの LINE 貼っておくんですけど、ぜひねそっちから LINE チェックしてみていただきたいと思います。ちなみに今マセイさんの LINE 登録していただくと、プレゼントがもらえると、はい、ということで、このプレゼントどういったものがもらえるのか教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、まあ、タイトルなんですけれども、はい、家族や自分を大事にしたい人必見ということで、うんうん、まあ、ゼロから始める最先端 SNS クリエイターについて動画で説明させてもらっています。うんうん、ゼロから始める最先端 SNS、はいはい、の攻略法みたいなマニュアルですかね。はい、はい、これがね、なんと無料でいただけるということですね。もう松江さんオリジナルのね、特典なので、これぜひね、皆さんも、LINE 登録してゲットしてみていただけたらと思います。はい。ではね、概要欄にね、LINE リンクも貼っておりますので、そちらぜひ、LINE 登録してみていただけたらと思います。はい。それではね、松江さん、本日はお時間いただき、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい。